マミズクラゲはヒドロムシツナ淡水クラゲ目のクラゲの一種。世界各地の温帯熱帯域の淡水産で、原産は中国大陸の長江周辺と考えられる。13世紀以降の文献には、トウカ花魚やトウカ花船の名で現れる。トウ花は桃の花が咲く頃にクラゲが出現することに由来する。西洋にて知られたのは1880年に、 英国ロンドンのリージェントパーク内の王立植物、境界植物園の水蓮の水槽に現れたことから、学名は、イライケスターが、発見者サワービーの名を取ったもの。クラゲはヒドロクラゲであり、新生クラゲ類と異なり傘の下部に皮膜を持つ。環状水管の周辺から触手が伸びる。最大成長時の直径は2.0から2.5センチメートル。 平らな生鮮を除き退職は、緑、白身がかった、半透明。職種には何百もの四方を持つ。貯水池、湖、砂利港、または採石場といった穏やかな淡水域にて見られる。また、アレガニー川、オハイオ川、テネシー川などの河川域にも見つかる。止水域を好み、通常は河川や急流などの流水域には現れない。 年中干上がることのない淡水で弱アルカリ性の香水を好むが塩素には弱い。高温から気温が下がり始めるとクラゲの形成が進むので夏の終わりから秋にかけて発生する例が多い。出現する場合は大発生になることがよくあり人目を引くことから地方新聞などを賑わすこともしばしばである。ただしその次の年からはさっぱり出現しない例も多い。 日本にも生息しているほか、水族館などでは3カ所で飼育されている。有性生殖によって受精卵がプラヌラと呼ばれる、専門養成となり、ポリップへと成長して、水底の枯葉や切り株、小石などに付着して、コロニーを作る。一種類の貫通手法のみを持ち、水性品毛類、膨張類、弱霊のゆすり化幼虫を捕食する。飼育下においては、自分と、 同サイズのブラインシュリンプが餌になる。通常は出芽によってコロニーの個体数を増やしていくが、フラスチュールという全長0.5から1.0ミ、mm、リメートルの全中状の妖精を作り出し、時速約1ミリメートルで離れた場所へ数日間かけて移動し新たなコロニーを増やす。死有遺体で一つのコロニーから分かれた個体は同じ遺伝子を持つため全て同じ性別となる。 自然の状態で同じ場所からマミズクラゲがオスとメス両方とも見つかることはほぼなく、これらは無性生殖によって増えたものと考えられる。マミズクラゲは寒い冬の間は非農体という形になり越冬する。そして再び生活に適した環境となるとポリップの姿に戻る。これが動物や水生植物についていくことでこの種の突発的な発生を引き起こし、 人類の営みの全地球化に伴って、現在の世界的な分布を生んでいると考えられる。新生クラゲ類とは違いストロビラの段階を経ずに、ポリップの脇よりクラゲが出荷する。チクラゲは2週間から1ヶ月で成熟して、その後1週間ほどすると、縫製、散乱し、死亡してしまう。クラゲは、微人孔や県微人孔を含む動物性プランクトンを、触手の指紋で、 麻痺させて捕食する。死法毒は弱く、人が刺されても感じないほどである。ありがとうございます。